親子で成長虹色動画。今日は青色草親子で陸上、女の子が楽しめる初めてのスプリント編。はい、柑橘系の皆さんよろしくお願いします。はい、本日のテーマはですね、スプリントの女王になるためにまず最初にやるべきことです。はい、スプリント、陸上競技いろいろありますが、皆さん、うん、やったことのない競技ばっかりでしょ、うん、ね、どんな競技してみたいかなと、もうできるできひん、もちろんみんなできないですよ、初めてなんで、うん、ね、レモンちゃん、どんな競技してみたいですか？走り高跳び。高跳びね、背面跳び、シュワーン、やってみたい、やってみたい。山名ちゃんは？ハードルですね。ハードル、あなたいけそうな気がする。ハードルね、まあいろいろ技術とかもありそうなんでやってみたいですね。ヒューガさんは？なんで笑う？いや、ちゃう、なかなかの初めてのタイム測定ね、必死でやってはりましたから、大丈夫かなっていうのも ありつつ、だいたいそれ終わったから次は幅跳びとかやってみて、うん、幅跳びね、皆さんいろいろありますけども、これ全ての競技において一番基礎になるのが短距離スプリントでございまして、そして、はい、それにスプリンターになるために一番重要なことがあります。それがですね、姿勢、軸、ピーン。これ軸をピンってすることによって地面の反発がパンパン得られますから、ヒューガさんのタイムぐんぐんと伸びていきますからね、今後、うん、はい、それを軸を得るために、のトレーニング方法を勉強してまいりました。3パターン、4パターンね、いろんなところからアプローチしていきますので、本日はみんなで最高の軸、姿勢、これをね、手にしていきたいと思います。それでは競技場へ行きましょう。せーの、ドン。軸の作り方、パターン A、 頭、肩、腰、膝、くるぶし、一直線ピーンで、真ん中ね、体幹グッと締めて末端は緩んでる感じね、こういう姿勢目指していきましょう。はい、腕を組んで、後ろで組んで、肩甲骨をグッと寄せます。で、下げるね、肩甲骨を寄せて下げて、そしてリラックス。はい、そして最後ね、顎をグッと引く感じ、この頭のてっぺんから出てる糸をピンと引く感じですね。肩甲骨を寄せて下げて、顎を引いてリラックス。はい、ピン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 。はい、それでは柑橘系の皆さんよろしくお願いします。はい、それでは皆さん腕を後ろに組んでください、はい、で、肩甲骨を寄せて寄せて、で、下げる。肩甲骨を寄せる。ヒューガさん、肩甲骨をグッと寄せて、あ、よりむっちゃ寄ってますね。はい、それでリラックス。はい、リラックス。ふぅ、はい、視点はまっすぐね、視点はまっすぐ。はい、もう一回肩甲骨寄せて寄せて、はい、リラックス。ふぅ、ピン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 、みんなバッチリです。はい、OK ですね。あ、あとね、顎クッと引きましょう。顎クッと、OK。 軸の作り方、パターン B。 はい、次はより肩甲骨をね、可動域広げていきます。この後ろで合掌、これ難しいねんな、ぐっと合掌して、下の方で合掌して、ぐん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 と上げていきます。はい、これで、5秒ぐらい数えて、1、2、3、4、5でリラックス。はい、その後ね、前の方もグッとこう前に大きな大木がある感じで、これをグッと抱えて、そしてまっすぐね、こう後ろで、合掌して、はい、これで5数えて、その後前で大木抱えて、はい、リラックス。で、最後顎を引く、頭のてっぺんから出てる糸をピン。はい、これで、はい、完成です。はい、柑橘系お願いします。柑橘系の皆さん、これ得意でしょね、柔らかいですからね、肩甲骨。やってみます。あ、やってみましょう。まず腰のあたりから合掌して、腰のあたりから合掌して、ぐぐっと上に。あ、まなっちゃえば、お、レモンちゃんもすごい柔らかいですね。もうみんな、あまなちゃんフードがね、できて隠れてますけど、それね、やったらもうみんなこっち向いて合掌してるように見えますよ。見事見事見事。はい、それで姿勢まっすぐ。はい、姿勢まっすぐして、はい、リラックス。ブラーン。はい、横向いてやりましょうか、横向いて。はい、合掌、後ろ合掌、そしてぐーっと、はい、5数えます。1、2、
3、4、5。はい、リラックス。そして前の大木をゆっくり抱えて。はい、もう一回リラックス。そして顎をクッと引く。完璧。軸の作り方、パターン4。はい、最後はですね、より、肩甲骨周りと体側も伸ばしながら、よりね、もう、ピャーンと、なんか、軸をよりピーンってやります。はい。手をね、合掌はするんですけど、上でクロスしてねじって合掌、このまま上に引き上げます。1、2、3、4、5。耳のちょっと後ろぐらいでこのまま引き上げます。1、2、3、4、5。これした後今度は横にね、まっすぐ横に1、2、3、4、5。まあ10回ぐらいやっていただいて、そして最後これで後ろに1、2、3っていう感じで、上左右後ろ、そしてリラックスですね。で最後は顎を引く。はい、柑橘系の皆さん行ってみよう。腕をねじってねじってっていうか、まあこうクロスして上で合掌、バッチリやね。でちょっと横向いてください。耳の後ろ行ってますか。バッチリやね。で視線まっすぐね。視線がつい落ちてしまいがちですけども。はい。その状態で上に引き上げます。かかとを浮かさなくていいんで上に引き上げます。5秒。せーの。1、2、3、4、5。リラックス。はい。そして顎をクッと引く。バッチリやね。ほんなら今度正面向いていただいて、同じように、上でクロスして、合掌。そして、左右に、5回いきましょうか。5回ね。1、2、3、4、5。せーの。1、2、3、4、5。はい、横向いてください。その横向いて、はい、後ろに後ろに3回。せーの。1、2、3、4。あー、ごめんごめんごめん。はい、3回。はい、それリラックス。はい、ね、最後大木を抱っこして抱いて、はい、リラックス。ほんで、顎をピンと、顎を引く。バッチリでございます。小刻みジャンプ。先ほどね、作った姿勢、軸がピシンと、足の裏から、こう、軸が、串がグーズボズボって刺さってね、焼き鳥の姿勢が、棒の姿勢が出来上がりましたら、その姿勢をキープしたまま、腰に手を当てて、足の裏全体で、あ、言うの忘れてた。基本的に、足は肩幅ぐらいね、つま先はまっすぐ向こう。はい、この姿勢で軸をキープしたまま、膝とここ曲げずにピンとしたまま軽くジャンプします。ジャンプジャンプ、小刻みジャンプ。はい、これができますと、走りの時に、地面との接地でパワーが生まれますから大事です。そしてこの小刻みジャンプができたら、今度片足がむずいんですね。片足も軽く、はい、柑橘が行ってみよう。先ほどの姿勢を維持した状態で小刻みジャンプです。腰に手を当てて、はい、姿勢まっすぐでピーンとして、はい、足の裏全体で、飛び跳ねてください。せーの。もう全身にこう地面の反動がパンパンくる感じ。あまねちゃん、膝固めてパンパンパンって感じ。おい、ヒューガさんうまい、ヒューガさんうまい。オッケー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 。あまねちゃんうまいうまい。レモンちゃんうまい、バッチリですね。はい、オッケーオッケーです、さ、結構あのジョギングとちょっと違う感じあるでしょ。頭のてっぺんまでピンピンピンっていう反発みたいな、これ感じてください。はい、続いてケンケンです。片足走るときは実際はね、片足ジャンプの連続なんで、これがなんですけど、ちょっと膝とかね、負担かかる人はちょっと厳しいけど、軽めにジャンプしましょう。軽めに、はい、せーの。ボンビョ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 ン。お、うまいうまい、あらちゃんうまいうまい、バッチリバッチリバッチリ。レモンちゃんうまいうまい。ほんで反対足、でも軽く感じるだけでいいですよ。この地面とこの軸がスピンとなってるのを感じるだけ。はい、行ってみよう。ボンボンボン。ヒューコさんいいですね、いいですね、もうね。おー、うまいうまいうまい。はい、オッケー。焼き鳥ジャンプ。はい、ここでいつもやってる焼き鳥ジャンプです。頭、肩、腰、膝、くるぶし一直線、体に軸がピュンって通った状態で、今度は手のこの振り子運動も使ってバーン引き上げます。はい、でも膝は曲げずに、
はい、ちょっと地面がね、芝生で土もこもこなんでなかなかこう普段よりジャンプ力出ないかもしれませんが、はい、柑橘系行ってみよう。これレモンちゃん何回もしたことあるでしょ。で今ね軸をより意識して作ったんでより飛べると思うんで、はい、手も使って肩甲骨をしっかり動かして上に上にですよ。今日は上にジャンピング行ってみよう。せーの、ドン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 。あまのちゃんやっぱり、あ、レモンちゃんいいですね。手の使い方うまい。お、ヒューガさんうまい。ヒューガさんもっと肩甲骨使える、肩甲骨。お、うまいうまいうまい。オッケー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 、すごいすごい。はい、ちょっと息を整えて。ヒューガさんどうですか。かなりしんどいでしょ。かなりしんどい、ね。もうこれねその場でジャンプしてるだけですけども実際走ってるのと一緒ですからね。そう、このパワーをあの進行方向に水平移動させた、さすのが走りなんで、今上に行っただけですごいすごい、みんな上手いですよ。そしたら次横を向いて上に走ったら飛べるかも。そう、それが上に走ったら飛びますね。はい、今度これ横を向いて先ほどの頭、肩、腰、膝くるぶし一直線の状態でそれができるかどうかやってみよう。焼き鳥ジャンプどうぞ。トン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 、うレモン上手い上手い上手い。天菜ちゃんもお、うまいうまいわ。ヒューガーさんいけますね。はい、オッケーで、オッケーです。